皆さんこんにちは。こん,ちはこんにちは。えー、2人、あなたという光映画制作のですねプロデューサーの美馬です。えっと監督の佐藤陽子です。はい、この度はですね。動画を撮らせていただいてるのは、なんと7日間でですね。おかげさま、皆様の本当におかげさまをもちまして、130名のほどの方にですね。ご支援いただいたことで当初のですね。目標の。 制作費約60%にあたる300万を早くも達成することができましたはいそのことをですね直接お礼をお伝えしたくてこの動画を撮らせていただいております皆様本当にたくさんのご支援本当にありがとうございましたあのすごくすごくあのありがたいあのお話だなっていうふうに思うんですけれどもあのクラファンはですねあの 1>, 1週間であの達成したからというふうに終わるわけではなくてですねあと40日もありますと。 でそしてあの、も、えー、ともとの,、ね、の,の映画プロジェクトにかかる金額ってあの500万円なんですけれども、そのうちの60%を、ねま、ず目標額にして頑張ってきたというところなんですけれども、あのその100%に当たる、ね、あと500万あのまでのあと200万ですね、もうちょっとその目標額を引き上げることで、あの引き続きあのあのご支援をお願いしたいなと思っております。 であのこの映画を作るにあたってですねあの映画って、まあ、作るだけでも大変なお金がかかるんですけれどもやっぱり作った後にこに見てもらって映画って完成するものだと思うんですねでその見てもらうっていう方法にですね実は同じぐらいのエネルギーが必要になります。 あの私の前作の「すねあの,私のヒーロー」という作品があるんですけれども、それもです、ね、あの今、作ってから1年半以上もあの上映を、自主上映であのやっていただいているんですけれども、その広める方にですに、ね、たくさんのエネルギーがやっぱり必要だなというのを今、身をもって感じているので、あのここの部分にです、ね、あのもうあの同じくです、ね、なんか温かいご支援をいただけたらとっても嬉しく思ってます。たくさんの人にこの作品を見てもらいたいです。はい そうなんです。なのでですね、あのとにかく多くの方に見ていただきたいって思ってるんですけれども、さらにですね、この活動がですね、映画を見て終わりとか上映して終わりではなくてですね、この映画から始まるこう世の中の当たり前を変えるっていう挑戦のですね、最初の一歩に過ぎないんですね。はい。で、こう障害者のこう私自身がね、兄弟というこう位置でね、あの人生を過ごしてきて。 障害者は助けてもらう存在っていうふうにこう世の中の当たり前が,のがあるかと思うんですけれどもその,、ね、その当たり前を変えてあの見方とか価値観を変えて本当にこう互いに尊敬し合える社会づくりとか仕組みづくりをこうしていくっていうことをです、ね、あの計画中ですのでその,あの具体策についてもまい進中なのでぜひそちらも含めて応援していただけたらなと思っております。 なので、私たちのチームはです、ね、この映画制作後も映画を通したらこう社会変革のために動き続けますしさらにこうク,ラあのクラファンがね終わ,って終わったらもう全部終わりではなくてそのクラファンが終わったあとこそ本当本番というぐらいですねこの映画のことと映画を通したあの社会変革の活動にですねずっとこう資金がかか,ってかかってまいります。はい あの私自身もあの美馬さんに会うまではですねこの兄弟っていう存在にこう気づかず生きてきたっていうのがあったんですねで、まあ、私はねラッキーですよねその美馬さんに会えて直接お話を伺えたんであそういうことがあるんだっていうふうに知れたんですけど美馬さんに会えない人はどうするんだっていう話で <laughs> で,で兄弟の中にはこういたくないっていう人もねもちろんいますのでなのでこう私がいただい美馬さんからいただいた機会を 映画っていうものに乗せてこうみんなにこう分かち合えるあの機会かなというふうに思っていてそのすごく自分を知る機会にもなるあのいろんな人の生き方を知る機会にもなる社会のことを考えるきっかけにもなるあのすごくいい機会になるものかと思いますのであのぜひ広くいろんな方にご支援いただけたら嬉しく思っております。はい ね、本当にですね今回、ですね制作費の60%に当たる300万は、すぐに、ね、皆様のおかげさまで、1週間以内にですねあの達成させていただいたんですけれども、次の目標の500万、制作費100%に当たる500万をですねあのこう向けて走ります。特に今回はですねそのうちの内訳として、あの広,報費広報費がですね賄えることになりますので、より広く、遠くの方に届けられるようにねあの、尽力させていただければと思っております。というわけでですね。 今回この動画をもって、あの300万達成のお礼と、そしてまだまだこれから走り続けていくよ。というあの宣言のあの動画でした。皆さん引き続きあのご支援をいただけたら本当にありがとう。ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。